はようございます。ちゃんこ眠そう。おはようございます。最近1階のトイレが自動で流れることに今気がつきました。アップアップガールズ角肉の梶島彩です。おはようございます。現在朝8時ですけども、日曜日違うな、木曜日か、今日木曜日ですね。今日朝ごはん、朝ごはんは私が作った、なんかちょっとよくわかんないことになっちゃったやつです。デベソみたいになった。食べます。うん、美味しい、美味しくできてる。なんか変な形になっちゃった。あ、今日火曜日か。そうだ、昨日京介見たもんな。食後。これ昨日の夜焼いたんですけど、中が生で、間が空いてて生だったんですよ。こりゃやばいと思って、さっき温め直したらお腹の部分がデベソみたいになっちゃった。おいしい。温めるとよりおいしいです。うまくいったことが何よりよかったです。ごちそうさまでした。ということで、あ、チョコついてね、よかった。この間チョコついてたんだ、口に。そんなことあるって思いながら、目が痛い、食べてました。もうね、こういう食べ物がすごい好きで、私、ふわふわのケーキみたいなの、生クリームが食べれないから、とにかくスポンジケーキが大好きで、こういうのを作るのはまあわかんないけど、食べるのが本当に好きなの。うん、そうなの。最高、最高。続
続いての配信は9時半からやろうかな。9時半頃からちょっとまだ鼻水が治ってないや。今すごい左がすごいことになってるわ。困ったな。ということです。祝日だけど今日は稼働していくので、あ、これは8時半まででございます。はい、そうですよ。え、待って、めっちゃだるまいっぱい生えてきた。あら、ありがとうございます。朝から、朝からありがとう、嬉しいです、とっても。うー、感謝、めちゃ感謝、ありがとうございます。泣いた。ちょっと読み上げるね。じいじさん、おさちん、じいじさん、おさちん、じいじさん、おさちん、じいじさん、さかいさんだ、さかいさん、さかいさん、おさちん。あ、めっちゃくれてる、みんな本当にありがとうございます。もう会社のためにそんな嬉しいです。うむ、今日はすごく眠いけど、一年生頑張っていきましょう。今日ね、アップガニギのライブとかがないからね、なんとも悲しいのだが、すごい、ちょっとずつだけどさ、縮まってる。ありがとう、みんな本当に最後まで頑張ります。お願いします。何も反応できなかったのが寂しかった。ホゾチンがこの間1位になった時に電波が悪くて、ホゾチンじゃあみんな細ちんになりきって質問してみてっていうのやったん。そうそうそう。さあ、こんにちは、私細ちんっていう、そう、リカちゃんみたいな、そういうのやる、そういうことが実はあったんですよ。おはようございます。今日はカジカジ占いをね、やっていこうと思ってますので、まずはサイコロを探します。うん、あった、普通にあった、終わった。カジカジ占いというものはですね、私がサイコロを振って、あら、ブギさんがハートをくれている、ありがとう、めっちゃくれた、ありがとう、あれ、ジージさん友チョコだ、ありがとう、嬉しい、チョコ私食べてたのにもらっちゃった、ありがとう。そうで、サイコロを私は振って、大吉は何番、今日は何番、ね、決めます。なので皆さんには数字を頭の中だったりコメント欄だったりで思い浮かべてくれたら嬉しいです。あとはカジが占いたいと思っていますので、それでは数字を思い浮かべてください。カジは5、2、
にしよっかな。3、4、3、3、3、5、3連覇期待せさん。じゃあ3、1、もうみんながそれぞれ2、3、みんながそれぞれ思い浮かべております。カジカジ占いは樽で有名ですからね。そうですよ。じゃあ皆さん思い浮かべましたか？それではすごいお賽銭みたいになってるね、この占い。お賽銭、スッキーも3番だ。スキスキスッキー。よし、じゃあ振りましょうか。せーの、今日の大吉は何番だ。わお、まあ、これ いたかな。4番を選んだそこのあなた、今日の運勢は大吉です。いた、ラブゲさん解散。4番選んでる、割と少なめ。心の中でも4番を思い浮かべていたそこのあなた、大吉です。おめでとうございます。すごい、大吉ということで、今日はとても気持ちの浮き沈みの浮きの方がいっぱいあるので、一日元気に過ごせそうです。あんまり今日大変だったなってことはあったとしても楽しく乗り越えられると思います。今日も一日頑張りましょう。ラッキーアイテムは紙ゴム。ラッキーカラーは茶色です。皆さんトニゲンで頑張っていきましょう。それでは続いて今日の人を発表いたします。おりゃ、今日は2番を選んだそこのあなた、残念ですが今日です。残念、泣きそうですね。最近悩み事多くないですか？その悩み事をとても考えてしまう一日になるでしょう。そういう時は今考えなくてもいいやとか、今考えてもどうにもならないやとか、すごくすごく、簡単に悩みを考えるといいでしょう。人に優しく生きていってくださいね。そしたらきっと自分に帰ってきます、優しさが。ラッキーアイテムはスプーン。ラッキーカラーは銀です。あとの人は吉です。よろしくお願いします。じゃあ私は吉だな、普通だ。はい、こんな感じで我はいつもショールームをやっておる。間違えた、占いをやっておる。多分きっとみんなに占い伝わったんじゃない？遅刻って。おかえり。紙ゴムを使う紙がない。眉毛は使えない。
いや、めっちゃ久々にやりましたよ。本当に。久々にやりましたよ。ありがてえ、ありがてえ、みんな。楽しんでくれるから、はい、めっちゃ目かゆいや。どうした、どうした。ああ。なんか楽しんでくれるから、今日もやらせてもらっちゃった。水出てきちゃった。そう、ゴーゴーカレー、タイバラッキーカレーって、ゴーゴーカレー食べたいな。私もフォークでカレー食べるとこだよね。美味しいよな。昔ミキメンバーで食べに行った思い出がある。そうね。じゃあちょっとトークテーマを検索して、トークテーマを検索して、今日は少しだけお話ししようかな。このトークテーマの検索するの結構面白いんですよね。ポッ、わっ、重っ。地球最後の日何する？だって、寝起きカジノトークテーマコーナー、その1、地球最後の日は何するだそうです。なんだろう、なんか私は人に会うのがすごく寂しくなっちゃうって嫌なので、前半は大切な方々に会いの、後半は美味しい食べ物をいっぱい食べようかなって思いますかね。ちょっと地球最後の日怖いから考えたくない派です。トークテーマその2、嫌いなタイプ。あー、嫌いなタイプはずっと誰かのことをディスってる人とかは、この人は何を求めてそれ言ってるんだろうってちょっと思っちゃう時があります、ね、あとは思いやりが欠けている人はちょっと苦手ですかね。本当嫌だってそれ悪い人だもん。なんか嫌いなタイプって割と難しいね。別に私はこういう人は無理でみたいなのって割と世間一般的な考えだと思う。みんな嫌でしょ、だってこれは。いや、そうだよねっていう、そういうものだね、うん、そうかな。たまにね、そういう人本当にいるからね、うん、あげ足っていうかずっとディスってる人みたいなのよくないなって思った。ってそれやられてみ、自分って。あ、そうそう、人直接言う人もやだけど、割といないところでやる人の方が結構姑息だなって思いますですかね。世の中みんな平和になればいいのに自分も気をつけようと思います。たまにやっちゃったりするかもしれんから。ぷ、続いて、うわ、来た、楽しい、トークテーマその3、ラーメン味は何が好き。私は味噌です。これは本当に好きですね、味噌。
もともとラーメンがすごい好きで、去年は割とラーメンばっかり食べてたりしたんですよ。で、やっぱ今年に入っても割とラーメンは食べてて、でもその中で味噌ラーメンが私は好きなんですよね。で、私コーンとか入ってるやつとか好きですよ。めっちゃコーンが好きだから。そうそうそう。あとはネギがいっぱい入ってるのとかめちゃくちゃ好きです。です。はい。コーンいいよね。めっちゃ好き。ラーメン。ジジさん転んだ。間違えた。チョコありがとう。じゃあ皆さんも。一番人気なのってなんだろうね。私あんまり醤油は食べない。豚骨は食べるのよ。あとあれ、あのちょっと辛いラーメンみたいな、ピリ辛系とかもすごい好き。ネギいっぱいのラーメン好きだけど匂いが気になる。確かにね。でもネギ食べたいもん。つけ麺はあんまり食べないですね。私は割と食べません。うん、ね、最高はネギ味噌ってことですね。続いていきたいと思います。トークテーマ3つ目、霊の存在を信じますかです。あ、もうこため中本いたよ。美味しいね。大阪ラーメンよりうどんだって多いんだ。じゃあ霊の存在を信じますかって来ちゃってます。これはちゃんと回答できてるか知らないんですけど、信じたくはない、でもいると思う。これが梶島の回答です。正直怖いの嫌いだし最悪なんだけど、いや、いないって言いたいところだが、多分いるぞっていう感じ。うん、ガクブルするよね。そうなんだよ。で、多分いると。ね、なんだろう、霊の人たちってさ、すごい怖がられたりとかきっとするじゃん。でも人間にはなかなか見えんから怖がってるだけであって、霊自体は悪い人じゃなきゃいいなって思ってる。そう、なんかすごい辛く生きてたらそれはかわいそうだなって思うし、人に悪さするんだったらやめてくれって思うけど、めっちゃ普通の人とかめっちゃ辛く苦しいって生きてるんだったら相当かわいそうだなって私は思っています。うん、せめてね、あのちょっと私たちに今いたずらだったり怖い感じはしないでほしいけど、せめてあの楽しくね、そんななんか辛く生きてはほしくないなってはすごい思ったりしますよ。霊の人たちってそんなことを考えてます。ずっとあくび出るですかね。次、何フェチ。おー、なんだろう、歯、歯かな。好きです。歯が私は大好きです。自分の歯じゃなくて人の歯です。うん、歯はめちゃくちゃ見ちゃうんだよね。うん、好きだから。割といろんな歯があるけど嫌いな歯は割となくない？うん、例えば
虫歯とかがあったとしても、なんかそれはあそういうところに虫歯できるんだとか思っちゃうし、うん、すっごい綺麗な人とか、ここの歯だけちょっと形が他のと違うなとか探したくなるし、私が一番好きな歯は芸能人さんで言うと、すごいリコーダーに連れてチラッとだと、あの方が好き。私の好きな歯の方は、これか。これのさ、名前覚えられないんだけど、そう、この方の歯が大好き。歯が好きな人って割とでも多いんじゃないかな。岡崎さえちゃんです。まず顔が好きっていうのがあるんだけど、めっちゃ可愛い歯をしています。そう、この子マジで可愛いんだよね。めったろんこめったろんこ可愛くて卒業しません。すいません。本当に本当に可愛い人。そう、さんまさんの歯めっちゃ綺麗やった。可愛い歯、うん、だから歯は割と見てます。割と見てます。歯で検索をかけたくなる時もあるのでね。なんでマスクすんの、ダメ。本当にダメです。歯は割と好きです。あ、でも喋ってる時あんま見ないかな。写真とかってめっちゃ見るかも。ってちょっと変な人です、私は。はい、ラストですかね。次がラストですか。 お時間、あ、これ書いてある。あ、30分になっちゃったってことはもう終わりだ。今のがラストになっちゃった。続いての配信は9時半からの配信になります。皆さんぜひ見に来てくださるととっても嬉しいです。今日は朝から本当見てくださってありがとうございます。ちょっと寝起き感がすごいので、次までに寝起き感をどっかに置いてこようと思いますので、皆さんぜひ楽しみに待っていてくれると嬉しいです。以上、プペッチクロスプペカルツカクロネキのクチクと会社前です。そっちを発射、せーの、以上です。ありがとうございました。一回寝よっかな。おやすみ。寝ません、やることあるんで。